ご褒美グルメをかけて、はい、道の駅人気ナンバーワンメニュークイズに挑戦した2人ですが、道の駅佐賀の関のご褒美グルメは安本さんのものに。リベンジに燃えやってきたのは、ようこそ道の駅のつはるへ。そして新年明けましておめでとうございます。いや、なんでゆうきちゃんいるんですか。あれ、安本ちゃんは。安本さんはお腹がいっぱいということでバトンタッチしてきました。バトンタッチ、私に山の幸はお任せください。絶対山の幸食べます。僕が。私です。いや、僕が食べます。ぜひとも当てて食べていただきたいです。まあでも今回もゆうきちゃんっていう可能性あるからね。いや、頑張りましょうよ。よし、絶対クイズ当てる。食べる。豊かな自然に囲まれた道の駅のつはるは、ロケーションもさることながら各地自慢の一品を揃えた物産コーナーや、大分初出店となる人気のマスターズカフェも楽しめる話題のスポットです。今回、はい、メニューが豊富ということで、うんうん、お二人前回外されてたので私の配慮により絞らせていただきました。というわけで二人にはこの中から1位を当ててもらいます。まずは運命を左右する順番決め。もう好きな方取ってください。高校で様子見させて確率をもうより高める、ね、今回絶対当てたいもん。わかりました、はい、前回で言うとその写真が大きいやつが1位だったんですよ私もそれ思った、そうでしょ。三元豚の低温熟成とんかつカレーにします。結果はランク外です。もうずっとランク外当てるの名人。ハンバーガーブーム来てます。一番写真が大きい、大きい、はい、レコメン、 お、はい、おすすめですよ。もうこれしかないと思う、はい、ハンバーガー一択の財前さん、2種類ありますが選んだのは第1位は、はい、大分冠地鶏バーガーです。今回マジで取りに来てるぞこれは財前さんが果たして2位です。ちょっとこれ完全に財前さん墓穴掘ったんじゃないですか。1位の確証を得た翔太くん、選んだのは当然第1位はマスターズマミバーガーです。いやちょっと待って、やっぱりさ素直に行くべきだったな。人気メニューランキングの結果はこちら。見事リベンジマッチを制した翔太くんのもとへご褒美グルメが登場。しかもソフトクリームですね、はい、もう今日来ていただいた私の方からご準備させていただきました。ずるー。早速いただきます。もうね、お野菜がシャキシャキで肉汁がジュワッと出てくるんですよ。で、このロケーションで食べられるハンバーガーいや気持ちいいね。最高です。で、ベリーツのソフトクリームなんですけど、ちょっとゆうきちゃんにプレゼントします。翔太くんからのお年玉、お味はベリーツそのものって感じです。酸味もあって甘みもあります、うん、ベリーツをそのまんまふんだんに使ってますんで、確かに酸味と香りは強いと思います。なんか贅沢です。さてこれにて年末年始特別企画は終了。今年も1年イーヤー大分をよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。